やりますやらないねっていうさ、関係者なんですよ。やろうと。もうクレジットにしてカードかわした瞬間に言うから。だるーと。お前もう諦めろって言って、曲がんなかったからですよ。でもこれだけは終わり。いや、待ってよ、そっち。うるさいから。なんか、やめられますよ、って。よりメスティングさんでした。やごめん、失敗しました。あなたが悪いんですよね、悪いんですよね。あまりにも素性が悪かったのに、じゃあ今度はどこ、まあ、これやったらいいけど、長屋に帰るんだ。バイクのお兄さんいるのかな、大変だね。ちょっとあの DDR の手は本当に面倒くさかった。運転してくれるって組むルートなの、高速道路かな、これ。
から行くルートどういう道だったかも忘れちゃったよ。行かな全然行ってないから覚えてる。この右右、あ、ここ、うん、覚えてるよ。あ、そう、うん、それから一方通行じゃん。あ、そうだったっけ。うん、あそこに繋がるんでしょ、あの中井竹邸だから忘れちゃったけど、あの料理屋に繋がるんでしょ。なんか久々すぎて忘れちゃう、うん、あれそこ、それここだっけ。そう、で草戸山の近道に繋がる。で、もう一個奥の方行くと、奥の方っていうか、あの、うん、なんていうの、あれ、よろず屋みたいなところを左に曲がって入っていくと、もう一個のこの、あれなんですよ、中井竹邸だか、島邸だかするけど、名前忘れちゃった。もう一個の、その料理屋、料亭があって、峠の名前をすでに忘れた。うん、そこの奥行くと、あそこでしょ、あの、大樽の、大樽のちょっと手前に、ここに入る。っていうとこは覚えてます。なんかもうまだ何の苦労もね、学生ちゃんでいいなと思ってたけどね。